皆さんこんにちは、ロットです。今回お話しする内容は、最新キャラ水限定、同時切りヤスナと重心化が決定したサラスバティ、超究極の新一室について性能考察しておこうと思います。お話の最後に、ヤスナとサラスバティ期間限定のルシファーガチャを引くべきかについてもお話ししていきますので、最後まで動画を見てくださると嬉しいです。では早速、1体目の水の遊園で新しく追加されたヤスナからいきます。ヤスナの進化は、キラーノル全敵ロックオンレーザー EL が魅力のキャラに加えて、希少性の高いアンチアビリティ、超アンチウィンドとアンチ減速壁を持ちます。現状では多くの適性を持たないので、ヤスナを1体しか所持していない方は神化での運用がおすすめですね。次にヤスナの神化は、汎用性の高い超アンチワープに加え、減速壁と魔法陣にも対応できます。進化のキラーが神化にはないものの、砲撃型のウォールボムとサブに超薙ぎ払いを持つので、敵ヒット時には高い友情火力を出せます。必中系の友情コンボではないので狙って弾く必要がありますが、ウォールボム攻撃範囲内の味方の友情コンボを誘発できるのも魅力です。次は2体目の重心化サラスバティ。サラスバティは個人的に神化のイメージが強かったんですが、進化ベースの強友情キャラで実装は決定しました。いやー嬉しい。友情コンボに攻撃型はずの超強スパークバレットを持ちます。触れるだけで広範囲の敵を攻撃でき、ザコ処理からボスのダメージソースとして活躍できる優秀なコンボですね。サブにラウンドフラッシュを持ちますが、8ターン SS で触れた最初の敵の位置に移動できるので、狙った敵に当てやすく強力です。アビリティも直殴りに適した枚数 L とウィンド発生時に加速できる超アンチウィンドを所持しています。さらにブロックへの対応と非属性耐性で非ダメージを軽減できるのが強みのキャラですね。最後に、新しく超究極に追加された新一室の進化。アビリティには希少な超マインスイーパーとアンチウィンドを持ちます。友情コンボには砲撃型の反射クロス EL を持ち、広範囲の敵にレーザーで攻撃できるので、降臨キャラの中では高い友情火力を出せます。 SS もパワーが上がる実況化に加えて、触れた味方を回復できる便利な SS を持ちます。はい、ではキャラのご紹介が終わったということで、ヤスナとサラスバティに加えて、今期間限定で開催されているルシファーガチャを引くべきかについてお話しさせていただきます。自分も含めて無課金の方目線で結論から言いますと、今我慢して応募温存するのが良いと思っています。7月にモンフリ2020の開催決定しており、モンスリー新ユニットが登場とのことなので、汎用性に優れたもしくはかなり尖ったキャラが実装される可能性があります。また6月中にオールスター感謝ガチャが来る可能性もあるので、温存するのが丸いと思います。ルシファーガチャは期間限定で、特にルシファーは高スペックで高難易度に適した性能を持つので、オラ玉とプラスして10連か20連だけチャレンジして、出なかったらきっぱり諦める方法も良いかと思います。お話ししたかった内容は以上となります。少しでも参考になることが伝わっていたら嬉しいです。よろしければこんな感じで動画を投稿していく予定ですので、チャンネル登録といいねをしてくださると嬉しいです。今回はロットのレッドからお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。